天使住まう天界、人間界の遥か高くにある。そこにはミカエル、ラファエル、ウリエル、3人の素晴らしい天使がいた。人間の女を好きになった。うん。へえ、それで最近地上ばかり見つめてたんだ。バカ言うなミカエル。天使が人間に恋をしても不幸になるだけだ。守りたい、守ってあげたい、弱く儚く愛しい人よ。不幸になるだけの悲しい定めだと。それでも俺は反対しないけど、彼女も死期が近いよ。ウリエルは死者の魂を天界に運ぶ天使。死期リストは絶対だ。彼女のことは諦めろ。僕のことを心配してくれるんだね、ラファエル。たとえ自分が不幸になったとしても、彼女を幸せにしてあげたいんだ。不思議だねタスク、今までで一番雑念が消えてる。ああ、迷って迷ってここまで来たことにも意味があったのかもな。舞台の上でしか出会えないこの瞬間を俺ひとときも逃したくない。そういうお前だから俺はお前と芝居がしたいんだよ。ふむ、死期の近い人間に天使が関わるのは禁忌。見守るだけでもいいんです、お願いします。日ごと天使の力も失うよ。それでも行きたいんだね。わかった、ありがとうございますメタトロン。叶わない思いよ、悲しき運命よ、人間に恋した天使は不幸になる。彼女の死期のことなんで教えたんだよ。本当のことを知らない、大切な人に何もできない、その悲しみをミカエルに背負わせたくなかった。だが伝えたらあいつは言ってしまうだろう。分かってるよ、ずっと三人でいたんだから。ずっと三人でいた、舞台のセリフなのに俺この感覚を知ってる。ここにいたらいつか見つかる気がする、俺の本当のこと、大切な人。他人を理解できない私の心に彼らの感情が浸透していく。いや、観衆の心までも。これが舞台芸術か、実に面白い。さあここから2幕だ。ミカエルは人間界に降りて彼女の病院に向かった。出会ったのは主治医のフィリップ。天使の羽は人間には見えない。ミカエルは彼女のことを教えてくれと頼み込んだ。彼女のお友達？彼女は今とても厳しい病状でね、元気づけてあげてほしい。はい、僕も彼女に伝えたいことがあって、でも直接会うことはできないんです。伝えたいことがあるのに会えないとは不思議な話だが、それなら手紙を書けばいいんじゃないか。手紙？そうですね、そうします。それからミカエルは毎日毎日手紙を書いた。彼女からの返事も来るようになり、舞い上がるミカエル。だがミカエルの羽はどんどん小さくなってく。そしてミカエルが地上に降りて数ヶ月が過ぎた。ミカエル、素敵な報告があるんだ。彼女の病状が良くなった、奇跡だよ。本当ですか？本当に？よかった。手紙に随分励まされたそうだ。
君は幸せを運んでくれた天使かもしれないね。あ、いえ、僕はただの人間です。わかってるさ。だが僕らにとっては天使だった。僕ら？ああ、彼女が退院したら僕らは結婚するんだ。おめでとうございます。よろしくお伝えください。ずるい伝え方だね。すまない。君の彼女への気持ちに気づいていながら、僕は彼女の病気は治った。僕じゃ彼女を幸せにできない。これでよかったんだ。これでよかった。これが紬の表現力か。お見事。人の痛みを知っている君は優しいね。東さんこそ初舞台とは思えない。つくづく俳優は人生なんだって教えられます。叶わない恋でも天使に運ばれた恋よ、幸せに君が笑うなら嬉しいんだ。自分が一緒にいられるわけじゃないのに喜んで、けなげなミカエルらしいね。ミカエルも戻ってくるし、人間の彼女も死なずに幸せになるし、よかったな。忘れたのか。人間の死期に天使は関わっちゃいけない。どういう意味だ。彼女はリストから消えてない。ミカエルが何をしても彼女の死期は変わらない。はあ、じゃあなんでミカエルに彼女のことを教えたんだ。言っただろ、何もできない悲しみをミカエルに背負わせたくなかった。それでも彼女は死ぬんだろ。でもミカエルは彼女の人生に関わった。彼女の幸せを見届けたんだよ。それでもこんなの辛すぎるだろ。だから今度はミカエルには伝えない。俺は。それをなんでお前は俺に言うんだよ。ミカエルのために伝えるかどうかはラファエルが決めればいいと思うから。君には辛い役回りばかり任せてしまうね。いえ、友達ですから。叶わない恋でも届かない声でも、あなたが信じたその道を見守っているよ。行くのか。うん。彼女には婚約者がいる。うん。今度行けばもう完全に天使の力を失う。お前はこっちには戻ってこられない。うん。バカ野郎。ありがとう、ラファエル。君たちはずっと一緒だとばかり思っていたよ。よかったのかい。あいつの背中を押すのが俺の役目なんで。お前ならそうすると思ってたよ。ミカエル！二人とも無事ですか？僕も彼女も無事だ！でも、どうしてこんな。よかった。幸せになってください。人間を救う。ミカエル、天使の本懐を遂げたね。ミカエル。君は？こいつの友達です！ミカエル！おい！ラファエル。ミカエルは僕と彼女を車から守って。彼女を病院に連れて行ってください。どこか怪我してるかもしれない。しかしこいつには俺がついてます。天使の羽。彼女、今度こそリストから消えたよ。君は本当に天使だったのかもしれないね。
芝居を通してみんなとつながる、このことだったんだね。僕は一人じゃない、孤独じゃない。ここにいてもいいのかな、ここが俺の居場所。唯一つながれる気がする仲間たちと立つこの場所。彼女もう大丈夫だよね。ああ心配いらない。愛した人を守れて、親友の君に魂を送ってもらえて、僕は幸せだ。ミカエル、バカ野郎。ツム、お前ともう一度舞台に立ててよかった。俺もだよ母ちゃん。もう一度ここから始めよう、この場所から、この仲間たちと。どうか見守りたい、